昼も夜も使うことができる特殊な車両ゴーパー39は国鉄時代から JR になるまで長らく人気を獲得し続けました。一方で JR になるともうそんなにですね数は多くなく、最後国鉄色編成は2011年の時点で、秋田地区で使われている6両編成のただ1本だけということになりました。ただもう本当たった1本の6両だけの国鉄色編成ではあったんですけども、これ随分大切に整備をされていて、割と頻繁に首都圏にも顔を出し、私も撮影するチャンスを多くもらったものでした。もう本当に頻繁な時は週に1回ぐらい東京に来てましたからね。ただそれらは基本的には特急として乗り入れてくるわけではなく、ほとんど全ての場合が団体臨時列車としての運用、要するに窓口で普通に切符を買って乗ることはできないという設定でした。私も昔の寝台特急を再現したリバイバル白鶴号とかそういうのも乗ったんですけども、ただこれもやっぱり事前にビュープラザで旅行商品としての申し込みが必要となっているものでした。最後、秋田で6両編成1本のみという状態になってから、ゴーパー3系が寝台特急として運転されたことはたった1回しかなかったのです。ところで、同じく秋田地区を拠点として活躍していた人気の寝台列車として2014年まで運行が続けられていたブルートレインあけぼの号がありました。あけぼの号は機関車に牽引される客車方式での運転ということでしたが、これが年末年始の帰省シーズンになりますと、東北方面への帰省、特に庄内地方、秋田県、さらに青森県津軽地方への帰省の人の需要で割と混雑するということは割と前から知られていることでした。そのような状況において、2012年の年末から2013年の年始にかけて、臨時の寝台特急あけぼの81号が、往年の寝台特急で活躍していたゴーパー3系を使用して運転されるということになりました。2002年に東北新幹線が八戸に伸びてからゴーパー3系が寝台特急として使われることは完全になくなったんですが、2017年にゴーパー3系が引退するまで、おそらくたった1回だけ純然たる寝台特急として運用された実績が今回の動画の時だったのではないかと思います。こんにちは。本日は2012年の12月の29日、年の瀬も迫りました上野駅の今14番線から、6両編成の臨時特急寝台弘前行きゴーパー3系あけぼの81号が出ていくところでございます。このすごい鉄道マニアの数、これすごい、本当にすごかったですけどね。うわーと思いましたが、それはたった1回だけの寝台特急の運行ですから人が集まるのも納得です。私もこの時切符取るの相当大変でしたけどね。何枚、私3枚ぐらい切符取ったかな。取るのも苦労したんですが、私の家族に下段寝台を1枚、友達に下段寝台を1枚あげまして、私はこのあけぼの81号の上段寝台の席を利用することになったのでした。上野駅の出発時刻が、定期のあけぼの号に先立つ大体40分ぐらい前で、20時38分、それぐらいの発車でしたかね。いつも寝台特急は13番線から出るんですが、14番からの発車というのも、私には新鮮でした。昔の人だったら珍しくないと思いますが、上野駅の地平ホームを過ぎてポイントをガチャガチャと切り替え、そして今東北本線の線路に入って上り坂を上がっていきます。C50分、三鳥ヶ関、8時18分、
13分、大和尿線8時24分、終点の弘前には8時37分、終点の弘前には8時37分に到着いたします。現在6号で発生しております。先頭車が6号車、一番後ろの車が1号車です。なお全部の車両禁煙でございます。宣伝上席を含めまして全て禁煙とさせていただいております。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。なお5号車と6号車の間には出入り口がございません。5号車と6号車の間には出入り口がございません。ご利用のお客様ご注意ください。車内販売はございませんので、あらかじめご了承ください。携帯電話をご使用のお客様は席でのご使用をお願いいたします。お休みの際、お席を離れる際は現金貴重品は体から離さないようにお願いをいたします。お宅までのお話は他のお客様のご迷惑になりますのでお伝えください。また朝早くお目覚めになりましてもお静かにお過ごしくださいませようお願いいたします。22時10時を過ぎますと一部の点灯を消灯させていただきますのであらかじめご了承ください。ただいま車掌がお手持ちの乗車券、東京券拝見させていただいております。ご協力をお願いいたします。ご案内いたします。車掌は明日に行くの小玉と渡辺です。途中の下までご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。次は大宮です。21時1分の到着です。以上をもちまして放送によるご案内は明日の朝秋田到着の20分前5時45分頃まで休ませていただきます。それではごゆっくりお休みください。なお乗務室は一番最後部にございます。先ほど案内がありました通り、最初の停車駅大宮に着きます。これは普通に寝台特急として運転されてますんで、やろうと思えば上野から乗って大宮で降りるということもできるし、まあ、それから通常の列車ですから上野からだけではなく大宮から乗ってくるお客さんもまあそれなりにいたはずです。ただ実際には極めて珍しい寝台特急としての運転ということがあって、乗客はほとんど鉄道マニアでした。結構知ってる人がいっぱい乗ってましたね。マニアじゃない人もまあいたはいたはずですけど、ほぼ見ませんでしたね。そういう人は定期列車の明け物の方を狙ったんじゃないでしょうか。あのマニア隔離のためにこの列車走らせたんじゃないかな、そんな話もありました。駅員さんがホームの案内で、あけぼの81号弘前行きです、そういう風に言ってくれてたのが良かったですね。多数の鉄道マニアがこの大宮駅でも写真を撮ろうとしていましたので、大砲を勢いよく鳴らして発車。これがね、団体列車として走らせるタイプのやつだと、一般のお客さんはご乗車になれませんとか、ドアも開けないし発車ベルも鳴らしませんし、車内の途中駅の停車駅時刻案内とかね、そういうのもしませんので、まあ、やっぱりね、あの私はどっちかって言ったら値段は多少高くてもいいから、あの普通のこういう寝台特急としてまたこんな列車を走らせてくれたら嬉しいなと思うんですけども、まあ、ウエストエクスプレス銀河号はその面において本当に素晴らしいものですよね。なるべく早く乗りに行きたいと思っています。そしてこの 5%3系6 両編成の車内の様子を一応撮影しておりましたのでご覧に入れようと思います。ちょっと静かにしますね。
とても静かであるということがお分かりいただけますでしょうか。なんかビニールかなんか持ってるのかな、プチプチ音がずっと聞こえていて、その点大変申し訳ないんですけど、まあ、今からですねこの狭い寝台室のところをもう一回抜けてデッキに出ますが、音を聞いてみてください。モーターの音が大きいわけですよ。でもう一回客室内に入りますが、今度はモーター車です。すごい静かでしょ。びっくりするくらい静かですよね。こんな静かな電車はね、他にはもう多分 E657系じゃない E655系、あのナゴミが結構静かでしたけど、多分それぐらいなんじゃないかな。あのこの電車は、電車ではあるんですけれども、しかし寝台車ですから、床下のモーターの音が客室の中に響くとお客さんの安眠妨害になるということで、相当国鉄としては気を使ったそうです。本当にデッキに行くとちゃんと国鉄車両特有の MT-54 の大きなモーターの音がするわけですよ。するんだけど、客室にこのパタンと扉を開けて入ると、音は急に静かになるんですよね。いや、これ本当に素晴らしい傑作の車両だったと思いますけどね。乗ってて快適でしたもん。三段ベッドっていうのがきつそうに見えるかもしれないですが、ベッドの様子などについてはまた後ほど紹介します。これ良かったな、両側にカーテンがピチッと並ぶ感じ。車内探検などもある程度しましたが、あんま遅くなるとできないですからね。列車は今高崎に着くところです。ちなみにこれ目線の高さが下段ベッドになってると思いますけど、あの友達と一緒にですね、下段寝台に入って、そして外にカメラを向けて撮ったりなどしましたので、今のところ下の方の寝台の目線になってますが、この後三段寝台の一番最上段のところから映した映像なども皆さんにまたご覧に入れようと思います。4番線あけぼのも弘前行き発車です。いいですね、やっぱこういうのぜひ行ってほしいな。エレベーターに反射して 5% 3系の青の塗装がはっきり見えますよ。これもまた良かったですね。今自分は 5% 3の寝台特急に乗ってんだ、そんな感じがしました。高崎で運転手さんが交代するはずです。そして多分次の運転手さんは定期のあけぼのだったら水上まで乗務されたんじゃないかと思うんですけど、軽くタイフォンを鳴らして出発。まるで SL 列車でも走るのかというように、やはり高崎駅の先端のところにも人がずらっと並んでいます。ちなみに先ほど車内放送のところでも字幕でご案内したと思いますけども、あけぼの号は上野を出ると、すぐに車内放送をしない、翌朝秋田到着前にまたご案内いたします、そういうことになってました。でそうすると、じゃ あの秋田より手前の人があの寝坊する可能性があるじゃないかということなんですけども、車掌さんはですね、秋田より手前で降りる人については検察の時にあらかじめそのことを控えておいて、そして間もなく例えば二カホに到着でございますね、どうぞ遅れになりませんよとかいうふうにですね、朝になると起こしに来ていただいたのでした。ゴロントシートでもそれやってくれましたよ。だんだん速度を上げて、床下からモーターの音が少しだけ響いているのが分かりますでしょうか。これ確かね、4号車のモハネ 5-2 かなんかだったと思うんですけど、結構なスピードを出して走ってますけど、モーターの音が聞こえてくるのは下段寝台でもこれだけです。列車は今結構な速度で高崎富山町駅を通過します。これから先列車は上越線を進み、長岡駅からは信越本線に入る、まあ、正確には宮内駅からですけれど、信越本線に入って、さらに先上越本線方面までひたすらお客さんの乗り降りをさせることはなく進んでいくのです。
で、これなんですけども、私がこの時に寝たですね、上段寝台の様子です。すごい狭いでしょ。まあ、これ私が中学生の時に撮影した映像なんで、寝台の様子ちゃんと撮ってなかったんですけど、別の映像がありましたんで、それで参考までに紹介します。これが、三段ベッドの一番上、わかりますか？これ、まず、私が一番寝てる様子なんですけど、寝てる時でこの顔の高さなのに対してこれですから、もう頭が当たってしまうわけです。中学生の時だったらギリギリ座ることができましたけどね、これも足の高さとか見てもらうとわかると思うんですけど、結構狭いところ、まあ、棺桶とかそういう風に呼ばれてましたけどね。で、それからその脇のところ、このね、小さなシャッター式の窓を開けることによって、外の景色をここから、まるで自分が今潜水艦にでも乗っているかのような気分で覗き見るということになるわけです。これワクワクドリーム号の時に乗ったやつで、多分大宮駅でしょうね、これはね、この映像。まあ、あけぼの81号の時の映像じゃないんですけど、こういう狭いところのこの窓からですね、外を覗き見るのが、これがなかなか意外と実は楽しいんですよ。すごい狭苦しそうに見えるけどね。それから上段ベッドから真下を見ますと、ちょうど私のこの時に乗った時は、脇が扉だったわけですけども、これわかりますか？5号車とかに、それから便所使用知らせ塔とか、まあ特急踊り子に乗るとどの高さかっていうのはわかるんですが、普通のお客さんの頭の高さに寝るということになります。落ちたら大変ですよ。これはもうバタンと落ちたらね、頭から落ちるなんかしたらもう事故につながりかねない。もううっかりすると本当にそういうことはあったんじゃないかなと思うんですけども、まあ私は幸いなことにそういう経験をすることはなく済みました。三段ベッド、こんな感じ。いや、本当に良かったですよ。で、これですけど、各寝台のですね、場所がわからなくなるということがありますんで、カーテンに、これ今ちょうどね、下の、すごい仲良くしていただいた方がですね、見せてくれてるんですけど、何番中段とか書いてあるでしょう。このカーテンに座席、寝台番号を記しておくというのが、5%3K のスタイルでしたね。普通だったらね、その寝台の区画のところに書いておけばいいんですけど、全部、こういう風な、寝台の、カーテン、壁一面が寝台だと、間違えて他の人のカーテンを開けて中に入っちゃって、あ、すいません、間違えましたっていうことがあるから、それ気をつけないといけないわけです。これ、上段寝台に入るときには、このように、壁からですね、匍匐前進のような形で、腹筋と背筋を活用しまして入るということになります。天井の高さもうこれですからね、すごい低いですよ。まあ、もし車内が空いていれば、こういう風に反対側の寝台の壁とかを使って登るっていう方法もあるんですが、うっかりするとね、ズボンの裾が今右に映ってるこの端の上のところに引っかかって、そして動かなくなってね、本当に頭から落ちそうになるんですよ。これ本当危険なんで、気をつけた方がいいですよって言いたいところなんですが、まあ、5%さんが引退してしまったので、もう気をつけるような余地は全くなくなりましたかね。さて、これは深夜に撮影しました。多分、新津駅だと思うんですけどね。新津の駅でね、一回なんか起きて、ああ、新津来てるわ、とか言って、ここから先、列車は羽越本線に入ります。新津から先は、ですね、柴田とか坂町とかそういったところを進むわけですが、村上から先は、これ、電気がですね、交流電化に切り替わることになります。5%3K は電車寝台ですので、深夜であっても深夜灯が一旦消えてですね、そして、まあ、車内が完全なる真っ暗になり、そしてもう一度点灯して交流区間での運転を続けます。さて、今一旦起きまして、今時刻は午前3時台だと思いますが、列車はもうまもなく酒田駅に着くようです。時間通りならば。時間通りであるかどうかということが深夜帯の運行ですと確認することが難しいものです。車掌さんがちょっとやそっと遅れていても、列車は遅れていますとも言いませんし、まもなくどこに到着いたしますとも言わないですからね。ただ、多分今のが、最上川橋梁だったんじゃないかなと思うんですけど、違うかな。最上川を渡って、もう逃走しないで坂田だろう。実際に着きました。寒かったですね、この時のホームは。もう冬の東北地方ですからね、当たり前ですけど、6両編成の 5%3K の写真を撮ろうと、この午前3時、4時の時間でも鉄道マニアの人たちがみんな外に出てね、それは撮りたくなりますよ。あけぼのというヘッドマークはシールで貼り付けてあったようでした。これは私の乗った1号車ですけども、1号車5番だったかな、私の寝台は。2つ星が貼ってありますね。これ 5%3K の特徴です。2つ星というのは、1つ星の客車3段式ベッドよりも2つ星の方がいいと、5%3K はそれの上位種別であるということを示しているわけです。実はね、5%3K は高さは3段ベッドですから狭いですけども、まあそれは 5% さんがデビューした当時は当たり前のことで、むしろ横幅、ベッドの横幅がとても広いということで、すごく評判のいい車両であったそうです。電車は時刻通り運転しております。あと20分ほどで秋田に着きます。秋田で降りのお客様、そろそろお目覚めになりまして、お支度をしてお待ちください。秋田には6時5分に到着いたします。あと20分ほどで秋田に着きます。
ただいまの時間、秋田駅では中央改札口のみ営業しております。エスカレーターの空いております。階段ご利用いただきまして2階中央改札口へお進みください。秋田を出ますと8両型森竹東の城、二つ井、高野巣、大館、光ヶ関、大和仁温泉、終点弘前の順に止まってまいります。秋田で車掌交代いたします。引き続き秋田運輸部の車掌がご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。なお秋田では乗務員の交代が済みますとすぐの発車となります。一旦ホームに降りられるお客様、発車ベルにご注意ください。秋田の発車は6時7分です。発車まで少々お待ちください。これがね、東北地方の寝台特急の魅力ですけども、特に冬に乗るといいですね。もう窓がキンキンに冷えてて、それに対して車内はもうずっと暖房をつけてますから、かなり暖かくなってる。その状態でちょっと結露した窓の外を、ね、眺めると雪が積もったホームがあって、あ、東北地方に今確かに来てるんだということを感じます。そして車掌さんが場合によってはおはようございます、まもなく秋田に到着、優しいしっかりしたですね、年配の声で、こちらに、アナウンスをしてくれて、そして列車はまた音もなく雪の中を出発するわけですよ。いや、本当にいい時代だったな、これは。またこういうものができてほしいとつくつく思います。さっきもアナウンスがあった通り、秋田駅で車掌さんが交代しました。あけぼの号は基本的に秋田で毎回車掌さんが交代してましたね。ここから先、車掌さんは終点までの乗務を担当されます。確かに上野からは2人乗務だったと思うんですけど、秋田で交代した後は1名乗務になってましたね。6両編成だから1名で足りるんですけど、寝台だからそれじゃあということで、多分、上野から秋田までは夜行列車の部分に関しては2名乗務にしてたんでしょうか。皆様おはようございます。秋田時間通り発車しております。次は8両型です。8両型には6時33分森竹6時47分東の城6時58分二つ井さて、多分二つ井を出た後ですかね、この景色は。今少しずつ速度を上げて、でも大本線内ではそれほど出さなかったなという記憶もあります。二つ井じゃないかな、まあ、ともかくだんだんと明るくなってきて、12月の終わりの頃ですから日が昇るのも相当遅いわけです。あ、これ違うわ、八郎方を出た後かなんかですね、今着きましたのが東の城駅です。まあ、これちょっとね、この時撮影したのこんな写真しかなかったんでこれ掲載してるんですけど、雪の、まあホーム上に雪はなかったですが、ちょっと濡れてますんで、それで停車中とはいえ黄色い線をね、はみ出して外でみんな揃って写真撮って、私もそれに参加して写真撮ってたんですけど、それちょっと良かったのかどうか私は何とも言えないんですよね。まあただ普通はね、黄色い線の外側に出ないでくださいとアナウンスをしてますんで、まあそれは停車中とはいえあんま良くなかったんじゃないかなと今となっては思います。これかな、多分これが高野巣駅かなんかですかね、多分そうだと思うんですけど、モーターの音をよく聞いてみてください。聞こえてくるスリッパの音に対して遥か遠くでモーターが鳴ってるような感じがするでしょ。ございませんようにお支度してお待ちください。到着ホーム1番線お出口左側です。
乗り換え列車ご案内いたします。大仙下り普通電車青森行き2番線8時55分です。大仙下り普通電車青森行き、階段エスカレーターエレベーターをご利用いただきまして2番線へお進みください。8時55分です。五能線電車指定席快速リゾート白神2号秋田行き、降りたホーム1番線9時2分です。五能線回り快速リゾート白神2号秋田行き、1番線9時2分です。その後普通列車深浦行き2番線9時33分です。五能線の普通列車深浦行きが2番線9時33分です。乗車券、特急券、携帯電話、財布など忘れ物ございませんでしょうか。もう一度よくお確かめください。お休みになられました寝台の中などよくお確かめください。まもなく終点弘前です。1番線に停まります。お出口は左側です。特急あけぼの81号ご利用いただきましてありがとうございました。担当してまいりました昭和秋田からの秋田運輸区足利です。まもなく終点弘前でございます。1番線お出口は。私はこの時そんなにたくさん映像は撮らなかったんですけど、それでもゴーパーさん系らしさが結構いろいろ残ってるもんですね。さっきからキーキーと音がうるさいと思うんですけども、これはねカーテンを動かす音です。ゴーパーさん系は寝台が全てカーテンでしたから、お客さんが外を向くためには絶対にカーテンを動かさなければならない。だからこういう音はもう本当に逐一入ってきたんですが、いや車内でよく聞いた懐かしい音です。列車は終点の弘前駅に着きました。ちなみにこの時ね、確か大館駅で花膳の鶏飯を買って食べたんじゃなかったかと思いますけど、それについては全く何もなかったみたいですね。あとは目の前に乗車位置案内の取り付けるこのブラーンと横長のこのワイヤーが通ってますけど、これと目線の高さが同じだというのがゴーパーさん系の三段寝台の最上段の、やっぱ一つの得意な点だったかなと思います。ちなみにこの列車が弘前駅行きとして運行されたのはですね、本当青森まで曙号走るわけですけど、曙号の列車の性格として青森の市内へ向かうお客さんを運ぶための列車ではないから、そこまで運転しなければならないという理屈がない。このゴーパー3系は青森の車両ではなく秋田の車両なので、西部や秋田にここから折り返して持って帰ることになっているのです。それから多分秋田支社がこれを計画したんだと思うんですけどね、青森までこれを運行するのはもしかしたらちょっと手間がかかるから、盛岡支社との境界がありますんで、そっちで、不都合があるということだったのかもしれません。でなんかね、弘前ついて反対側のホームから取ろうとしたら、なんかデイトーが起動車の配給かなんかを持ってきたんですよね。これが来たから、お、取っとこう、取ったやつでした。弘前駅の長いホームのところ、6両編成はちょっと短いとは感じますけれど、それでもこの辺りではすごく長い存在であったことも確かです。そして列車は折り返し秋田へ改装されていきました。この後1月の3日に明けぼの82号として上野行きが運転されました。でこれなんですけど、ひどい映像で申し訳ないですが、パンタグラフのある号車が次に出てきますので、パンタグラフの真下見ていただきたいんですが、わかりますかね、上段寝台の窓がパンタグラフの真下のところだけないというのにお気づきいただけたかと思います。パンタグラフの下のところは、どうしても上方向に空間を拡大することができなかったので2段ベッドとなっていて、その2段ベッドは随分通常よりも広くなっているということが知られていたのです。通常パンシタ中段というやつでしたね。すごい広かったらしいんですけど、乗ったことありません。でこの後はですね、弘前からリゾート白神号に乗りまして、通常では乗ることのできない、リゾート白神2号だったかな、それに臨時列車で時刻が早かったからちょうど乗り継ぐことができたもんで、それで、不老不死温泉に行きました。これ分かりますか、左側のところに縦に伸びる、コンクリートの道がありますけど、その奥にですね、ここの日本海の強風に吹かれながら、寒々しく温泉に入るという不思議な体験をすることができるのです。とても面白いところでしたね。今回はここまでです。ゴーパー3系あけぼの81号の紹介でした。どうもありがとうございました。そして JR 東日本の方、たった1回だけですけれど素晴らしい列車をもう一度私に乗らせていただいてありがとうございました。